私の出番ね。いた！カニだ！相変わらず大きいわね。え？連れて行くってあれのこと？さあリム、早速箱にしてくれ。こんなの無理だわ。大きすぎる。できねえのか。こんな大きいもの常識的に考えて無理でしょう。大きすぎててキューブにする端から時間切れで消えてしまうわ。いい考えだと思ったのにな。大きさか。そうだルフィ、あいつなら大丈夫じゃないかな。きっと俺たちを助けてくれるぞ。あいつって誰だ？総裁殿の地下にいたコガニーだよ。
なるほどな。あいつなら大きさもちょうどいいかもな。そうか、それならそいつを連れて行こう。どこだ？確か最下層の砂地のところだったと思うわ。行ってみましょう。さて行きましょう。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。しようか。俺はまだまだ強くなる。必要な力なら残る。ちょっとルフィ、本当にやるの？ああ、やる。わかったわよ、思うぞ。よし、かかってこい。ゴムゴムのフレット。邪魔だ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピスト。やるか。ゴムゴムのバズーカ。
ここ、前にも来たことがある気がする。見事っす。俺の負けっす。クンフージュゴンの掟に従い、あんたの弟子になるっす。だってよし、よくやったルフィ。全て俺の教えた通りだ。そうなのか、ウソップすげー。くわくわ。修行してウソップとも戦いたいって言ってるぞ。あ、おう、また機会があればな。今回は力を見せられなくて残念だ。はいはい。それにしても今のやつ、私たちがここに来るってよく分かったわね。カニんとこで話を聞いていたんだろう。あの時近くに何匹かいたからな。げ、またなんかいる。あんたたちが噂の海賊っすね。他のいざ尋常に勝負っす。前に戦った奴らとは別なんだな。そうだ、よかったなウソップ。いや、俺は。そうなのか。じゃあウソップ頑張れ。いや待て待て、見るからにさっきの奴より強そうじゃねえか。よかったわね、活躍のチャンスよ。ナミお前。俺様に任せとけ。うさっぺー。あーねねかかってこい。必殺までか。うさっぺー。俺はまだ戦える。腹が減って力が出ねえ。
狙いは外さねえ。必殺火薬星狙撃手の腕を見せてやる。うさっぺここにいようが撃ち抜く。うさっぺここまでか。うさっぺやすませてくれ。見事っす。俺の負けっす。あんたの弟子になるっす。そしてもっと修行するっす。はあ、キリがないわね。もうやらねえ。誰か俺の治療をしてくれ。今ので終わり？さ、どうだかな。呪文しかいねえじゃねえか。いや、ちゃんと匂いはするから。コガニーはきっと奥の方にいるんだ。手合わせをって言ってるぞ。どうするルフィ。よし、いいぞ。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。サンダーランステルフォン。刀がうずき。竜巻。準備はできてるぞ。待ってろ。アームポイント黒点ロゼオビチーリミラーズテンポ。ファタモルガナ。みんな怪我はないか。
イント黒点ロゼオミチエーレ。これか。切られる覚悟があるならな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。あんたたち、お金持ってるの？へい！俺の多彩な変形点、見せてやる！アーンポイント！黒点！ロゼオミチエーレ！俺がまとめて、そっちか。刀の旅にしてやる。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしん。ほん。もう帰るだけだな。頼むぜリム。すぐには戻れない。最初の港町のメモリアキューブがあるところまで戻らないといけないわ。メモリアからキューブを持ち出すにはそうしないといけないの。なんだよ、またあの砂漠を越えるのか。分かってりゃそのメモリアキューブをここまで持ってきたってのに。ダメよ、メモリアキューブはこの世界を作ってるキューブなの。壊れでもしたら何が起こるかわからないわ。ダメだぞウソップ、そのキューブに触れちゃ。お、俺はキューブに触っちゃいけない病だった。よし、じゃあ港に戻るぞ。菜の花に急ぐなら良いさを呼ぶ手もあるけど、どうする？そういえば港のそばにも例の看板があったわね。よし、とにかく行くぞ。あれがメモリアキューブ、この世界を見せているキューブよ。メモリアキューブがあるとコガニーのキューブを持ち出せるのか。そうね、まずはキューブを引き寄せるわ。うわー、
でっけえキューブが落ちてきた。どうすんだよリム、あのキューブが壊れたらメモリアは大変なことになるんだろう。落ち着いて大丈夫よ。嘘だろ、キューブが縮んじまった。かなり小さくなりやがったな。ここにさっきのキューブを入れると、エヴァニーのキューブが吸い込まれていくぞ。不思議なもんだな。これでいいのか。そう、これでいいわ。戻ってきたな。リム、体調は？平気。私のことは気にしなくていいから、早くアディオのところへ行きましょう。ところでリム、メモリアから何を連れてきたんだ。カニよ。ん？カニだと？よくわからねえが、そいつは楽しみだ。相変わらずすげえ砂ぼこりだ。巨像を目指そうぜ。ここも雷鳴の遺構みたいに何かの研究施設だったりするのかしら。奥に進めばその謎も解けるかもな。ずいぶん崩れてやがるな。
行くぞ。よし。今の力を試すにはうってつけだな。どけお前ら。どうすっかな。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットウィン。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流奥義三千世界。あたしの番ね。サンダーチャージ。先、今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。どうだ、ここまで来てこの遺構のこと何か分かったか。ううん、そういうアディオは俺も今のところさっぱりだ。なんか空気が流れてるわ。この辺り。この像の台座、
レールの上に乗ってるぞ。風がこの台座の下から来てるわ。台座が動くかやってみよう。ダメだ。仕掛けがあるみたいだな。台座を見て。何かはめ込むくぼみがあるわ。くぼみにはめるものを探してみましょう。楽しそうだな。少しは警戒したらどうだ。アディオ。ここは砂だらけだな。あの壁から出ている光は何だ。あの大きな鏡台が光の軌道を変えているようね。何の光だかわかんねえが、何かの仕掛けだろうな。あの扉の模様、歯車か？なんだか怪しい扉だな。そうね、何かありそうな扉だわ。私としては、あの奥に見える矢印のような模様の扉も気になるわ。ダメだ！もうどの扉も危ねえ感じしかしねえ。結局は開けることになるだろうがな。行くぞ。見て、何かあるわ。何が起こったんだ。真ん中の部屋の装置が動くようになったんじゃないか。確か。おい、なんか嫌がるぞ。
行くぞ。奥に何かあるな。ちょっとワクワクしてきたぞ。サンダーランステンポ。いつでもいいぞ。鬼いけるぜ。今がチャンスだ。いくぞ、アームポイント。
さっさと片付けるわよ。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻！覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリンガー！いてんじゃねえか。よっと。サンダーランス点火。準備はできてるぞ。行くぞ。アームポイント確定。ロゼを導いて。喧嘩。行くぞ。俺に任せろ。こういうとこは俺の出番だ。何があるのか楽しみだな。おい、なんか上で光ってるぞ。何かの紋章のようね。あの形、さっきの台座のくぼみと同じ形してない？六角形だな。でも水分高いぞ。どうやって取る？何か仕掛けがあるのかもな。仕掛けか、面白そうだ。探しに行こう。よし、全部蹴散らしていくしかなさそうだな。お、カブトムシだ。道が壊れてる。これじゃ向こう側に行けないわね。
無事に動力が供給されたみたいね。さっきのスイッチは俺様の予想通りこいつを動かすためのものだったんだな。よし押すぞ。すごい、部屋ごとひっくり返るなんて。しし面白い。死ぬかと思ったぞ。おい、下にはさっきも言っただろうが。クソマリモは黙ってな。こっちはさっきまで。砂だらけになっちまったな。あ、なんだありゃ。敵だな。くそ、行くしかねえよな。このフロアもひどい砂ぼこりだな。